はい。それでは、いよいよ行列の定義をしていきましょう。行列というのはどういうものかというとですね、こちらにありますように、ちょっと色の装飾がかかって見づらいですけれども、数字を縦横、表のように並べて、ベクトルと同じくカッコで、くるんだものですね。ということになります。カッコは、あの、要するにこの範囲が行列ですよということなので、 カッコの書き方も、まあ世界的にはいろんなこういうブラケットで書く書き方もありますし、こういうのも書き方もありますし、ただし縦棒1本、これだけちょっとあの意味が普通は変わってきますので、後でやります行列式というものになってしまいますので、一応ブラケットかカッコ、こう柔らかいカッコどっちか使うとで。一応ここでは教科書に合わせまして柔らかいカッコを使うことにしますが、まあブラケットで書いたからといって別に間違いではありません。 ただ注意してほしいのですね、えー。数字をですね、このように、コンまで区切って書く流儀はありません、えー。このような書き方は行列ではしないので、えー、注意してください。必ずスペースを空けて、こういう風に書いてください。はい。で、えっと、先生これ231、310 23、123を成分とする3次元数ベクトルじゃないんですか、えー そういうふうに、まあ、あの、見えなくもないですけども、まあ、そう見えない程度に、こう、ちょっとスペーシング取ってですね、えー、書くようにしてください。そうすることによって、一応行列というふうに、まあ、少なくとも人間は認識するという習慣になってますので、えー、そのふうにしてください。はい。で、今ですね、ここにある M という行列ですけども、え、これはですね、あの3、3×4 行列というふうに言います。何が3かというと、横の行が、横の列が3。 三本あります。たと、縦の列が四本あります。ということなので、これは三×四行列というふうに言うわけですね。で、この三×四っていうのを、まあ、行列の型とか、行列のサイズというふうに呼ぶことになっています。で、この行列の横の並びは、まあ、普通皆さんね、こう一列に並んだものは列というふうな言い方をします。けれども、行列ですね、 この行列という言葉がそもそもあれなんですけども、行と列ですね。横のものを、横の列のことを、英訳語ですけど、横の列のことを行、縦の列のことを列というふうに言います。はい。で、英語ではですね、これ、ローで、縦はコラムということで、えちょっと書けますね。はい。というふうになっています。 はい。で、えっ、ー、と、先ほど言いましたように、行列の横の並びはカンマを使わないで適切に空白をかけてくださいね。ということで、まあ、ロー、あ、これ書いてありますね。ローと列、えー、ロート列じ行と列で、ローとコラムということですね。はい。で、えっ、ー、と、A がですね、N×M 行列のとき、まあ、これはまあ、あるいは N 行 M 列の行列と言っても構いません。まあ、この方がわかりやすいですね。 ただ一応 N 行 M 列を N×M と書くことがあるので、N×M って言ったら、N 列 M 行だっけ、N 行 M 列だっけどっちだっけなとややこしいことになるかもしれませんので、最初はわかりやすく N 行 M 列と言っておきますけども、N 行 M 列と言ってるうちにですね、N が先で M が後ですから、N、N×M というふうにして馴染んでくると思いますので、そのようになれてください。で、上から I 番目の行ですね。1番目の行、2番目の行、3番目の行とありますけども、 この行を大愛行。左から J 番目の列をですね。大 J 列と。第1列、第2列、第3列、第4列というふうに言うわけですね。というふうに読みます。で、この大愛行と大 J 列が重なる、交差する部分ですね。これを AIJ と書きまして、IJ 成分というふうに言います。で、Large A という行列が、ちょっとこれ M って書いてみます。Large A という行列が、 え、aij, ij 成分が aij であるということを表すのに、先ほどのベクトルの時と同じような感じで、今度はまあ、添え字が2つ、二重添え字というやつですけれども、2つの添え字 ij を使って、a イコール、かっこ aij というふうに書きます。はい。ということで、まあ、m が、今のこの上の m がですね、えっと、mij だとするとですね、ちょっとかなり見づらくなってしまいましたけれども、消すとですね、こんな感じなので、え、m14、 えー、m14 は1行4ですから7ということになります。m2 には22成分ですね。これ4ということになります。m31 は0、えー、2ということになります。で、えー、n が m の時ですね。これ特に n というのが等しい。まあこれ長方形の形ですけれども、まあ、正方形の形になっているやつを正方形の形になっているやつを正方列と、まあスクエアマトリックスというふうに呼びます。 はい。それではですね、えー、っと、今の定義の簡単な確認クイズをやってみましょう。次の行列のうち、サイズが 3×4 であって、2、3成分が1である行列を選びなさい。ということですね。はい。それでちょっとしばらく考えてみてください。はい。えー、いいですかね。えー、3×4 行列ということはどういうことかというと、3行4列ですから、行の数が3でなきゃいけないんですね。 えー、ですから、こいつはダメということになりますね。それから今度は、列の数が4列ないといけませんので、ここにあるやつは全部ダメですね。はい。ということで、残ったのは、この2つだけということになります。その中で特に2、3成分が1であるものですから、2行を3列の成分ですね。えー、これ見てみますと、2行を3列の成分、ここが1ですね。こっちも一1ですね、えー。なんか面白くないですね。サイズだけで <laughs>、 決まってしまってますね、この問題はね。はい。ということで、えー、どちらも正解ということになります。